アドリオ、お前に私を切れるか。魔物の下僕となり果てた私をお前が救えるというのか。かつて地上には楽園があった。美しい二人の女神と、徳の深い六人の神官によって治められていた、イースという名の楽園が、女神のもたらした黒い真珠が生み出したクレリアという金属が、人々の生活を潤した。だが、黒い真珠は、また忌み嫌うべき闇の魔力をも生み出してしまった。魔物たちが地上にあふれ、災いを巻き起こした。神官たちはクレリアを地に葬り、黒い真珠をイースの中心部と共に天空へと切り離した。いつの日か、汚れなき世界が再び蘇り、地上に降臨とする日を願った。それから700年の後、地上に再び魔物が出現し、人々の生活を乱し始めた。その脅威を打ち払ったのは、若い赤毛の冒険者だった。彼は女神の導きを受け、魔物たちと戦い、人々を絶望から救い出した。その名は、勇者アドル・クリスティン。アドルの戦いは、災いの元凶、魔導士ダルクファクトを倒すことによって終止符が打たれるはずであった。だが毒殺のイースの書に記された黙示録が新たな運命の糸を紡ぎ始めるのだ。それでいいのか。行けアドル、お前の本当の使命は今から始まる。私たちの願いをあなたに託します。私たちと共に天空のイース。アドル、ごめんなさい。どうかあなたの手でイースの運命を切り開いて。フィーナ、ラームの塔が沈黙しました。いかがいたしましょうか。面白い。アドルとやらがどこまでやれるか見てみるとしようぞ。承知いたしました。
がいるぞ。知ってます。立てますか。君はリリアと言います。ここはどこなんだ。ランスの村外れです。ランス、エステリアじゃないのか。ここはイースと言います。イース、もし、しっかりしてください。しっかり。よしよし、晴れもすっかり引いたようだな。頑丈な体で羨ましいわ、若さかのう。アドルさん、これ昔うちの人が使ってたのを詰めてみたの。来てくださいな。すみません、何から何まで。どうじゃ、わしに治療させれば一晩でこの通り。何しろわしは分かってますよ。フレアさんはイースで一番のお医者様です。僕は村人が魔物に襲われているのを見た。なぜここに魔物が、なぜ魔物がいるんです。いや、イースには魔物なんておらんよ。イースは平和じゃ。もっとも偽りの平和じゃがな。ところでお前さん、どっから来たんだい。書物の行商しに来たのか。なんだこの変な文字は。あ、それはどっかで見た覚えが。ああ、ラスティーニの廃校だ。前に薬草を探しに行った時、石造りの壁があってな、そこにこんな文字が刻んであった。ラスティーニの廃校。その奥には6人の神を祀った神殿があると言われています。聖域通るという。ただの噂じゃ、噂。でも先生、口伝いに残る話です。それを残しているのはもうこの家ぐらいじゃろうな。それじゃ先生。リリア、聖域通るにイースの文字。長老たちに反対されるに決まってる。昔は年に一度の生贄だった。それが今では。じゃあどうする。また魔物と戦うのか。無茶だ。だから長老たちを説くんだ。せめて昔並みにしてくれと魔物と話し合いを持つんだ。しっ、人が来る。今年は痩せたのが多いの。え、そんなことはないでしょう先生。そっか。ああ、そうそう、バノアさんとこの怪我人の。もう心配ないぞ。それはよかった。どうやらあの若者剣士じゃな。それもかなりの使い手じゃ。おお。まあ、わしぐらいの命になると一目で職業までピタリじゃい。アドルとかいうよそ者のことか。ああ、剣が使えるなら願ってもない。俺たちの仲間に入れるか。とんでもない。よそ者が信用できるか。また臆病風が。違う。どうする、誘ってみるか。いや、まだやめておこう。素敵な曲ですね。ああ、昔ある人に教わったんだ。アドルさんの大切な人なんですか。いや、ランスは美しい村だ。でも血塗られた美しさです。イースが平和だなんて嘘です。日々生きながらえるために私たちはとても恐ろしいこと。聖域トールのことを詳しく聞かせてくれないか。はい、でもなぜ。そこに行けばきっとわかるはずだ。僕がイースに来なければならなかった本当の訳が。最近は無茶苦茶じゃないか。生贄は一年に一度だったはずだ。魔物が要求するのならそれに従わねばならぬ。それがこの世の断りじゃ。だけど長老、このままじゃ村から誰もいなくなってしまうよ。そんなことはない。あの空も大地も全て魔物が作り出しているのだ。馬鹿げてる。我々が雨を願えば雨を恵み、日が欲しければ太陽で照らしてくれる。
魔物たちが我らを滅ぼすわけがない。彼らが世界を保つために我々の生贄が必要なのだ。なら、なんで生贄の回数が増えるのか聞いてくれ。できん。まさか。生贄徴収の予告だ。3日前に差し出したばかりだぞ。くそ、またか。お世話になりました。気をつけてくださいね。ラスティーニの廃校はとても危険なところだと聞いています。はい。待って、私も連れて行ってください。リリーよ。トールの聖域のこと詳しく知っているのは私だけです。それに、なぜか私にはわかるんです。アドルさんが来たことも、これからイースに何かが起ころうとしていることも。だから私…リリーよ、気にしないでくださいね。この子、昔から思い込みが激しくて。お母さん。待っていてくれ。トールの神殿は必ず僕が見つけてくる。選ばれし者だけを我らは招く。誰だ。じゃないか。どこ行くんだ。ラスティーニの廃校です。何、とんでもない。大丈夫です、通してください。ランスの長老の名において使者の言葉を伝える。栄えある生贄が今また選ばれる。選ばれし者に祝福あれ。選ばれし者、その名はリリア。待って、先に選ばれたのはあの子です。リリアはあの子をかばっただけです。何を言うの。生贄はあなたの子よ。いいの、お母さん、私はリリア。あ、リリア、行かないで。リリア、リリア、リリア、待て。やめか、バカ者。こうも頻繁に生贄を連れて行くのはどうしてだ。こんなことが我慢できるか。みんな、このままでいいのか。そうだ、わしらを破滅に導くのか。だけど長老。やめてください、お願いです。リリア、今は従うしかありません。リリア。700年前、6人の神官たちは大きな過ちを犯した。たとえ大地を天空へと切り離しても、黒神樹のある限り魔物また生まれ続け、増大した魔の力は再び地上を覆い尽くす。選ばれし勇者、お前に力を授けよう。神官の力、魔を倒す力、魔法の力だ。ファクト。うわっ。だが心するのだ。お前に宿る魔力はまた魔を生み出す力でもある。お
前の力と女神の願いが一つになったとき、真の平和が訪れるのだ。女神、イースの二人の女神のことか。リリア、ファクト、お前は僕に何をしろと言うんだ。私は肉体の呪縛から解き放たれ、ようやく運命の流れの中に自らを委ねることができた。だがアドル、お前は自ら運命を切り開くのだ。戦うがいい、勇者よ。神官の力はお前と共にある。うわっ、うわっ。今のは幻だったのか。違う、すると、リリア！やめろ、やめるんじゃ。魔物を怒らせてはならん。この世の終わりが来てもいいのか。もうたくさんだ。黙って見てるわけにはいかない。魔物どもに一矢報いてやる。そうだ、ならば勝手にするがよい。だが魔物の怒りを鎮めるため、今度はお前たちの家族を生贄にするぞ。そんな、リリア、私のリリアを返す。こうまでして、こうまでして魔物に従わねばならないのか。リリア、なぜ魔物と戦わない。アドルさん。アドル、こいつがアドル。あなたたちはこうやって何百年も魔物に生贄を捧げ続けてきたんですか。よそ者が口出しすることではない。なんてバカなことを。フレアさん、リリアはどこに連れて行かれたんだ。向こうの山の廃墟だ。待て、どこへ行く。リリアを助けに行く。取り押さえろ。誰かあいつを捕まえろ。なぜ邪魔をする。待て、若造。アドルとか言ったな。持ってけ。人が魔に逆らえるというなら、俺たちにそれを見せてくれ。分かった、待っていろ。待て。アドルさん。なんてことだ、なんということだ。魔物が絶対の支配者なら、あいつ一人で勝てるわけがない。もしリリアと共に帰ってこれたら。そうだな。その身を邪悪な想念で満たせばいい。死にゆく者の恐怖と怨念こそ我らが求め集める。私は誰も恨みません。喜んで命を捧げます。だからもう生贄はおしまいにして。叶わぬ願いが気が熟すする時まで生贄は求められる。なぜ想念を取り込める。まさかお前は。アドルさん。リリア。愚か。人間が我らに歯向かうという。人は魔の支配など受けはしない。リリア、今助ける。
に何をした人間にこれほどの使い手がいるとの力はお前と共にある。アクト、神官たちよ、俺に力を。魔法、人間か、バカな。トールの神殿で授かった力だ。どんな魔物にも立ち向かえる。どんな魔物にも。エラガンダーがやられました。アドルの仕業です。なかなかやるようだな。だが今は奴に変わっている場合ではない。女神ですな。そうだ、この地に降り立ったのは分かっている。何としても見つけたぜ。は我が力の支配するこのイースでは、女神も思うように力を振るえまい。振るえばその所在はすぐに突き止められるはずだ。アドルの件はいかがいたしましょう。放っておけ。奴はまだ自分がいかなる場所にいるのか知らぬようだ。いや、じきに知ることになるだろう。イリア、お母さん。ベラガンダ様を殺したというのか。おしまいじゃ、この世の終わりが来る。長老、戦おう。やればできる。誰だって家族を生贄なんかで失いたくないはずだ。
魔物の支配を打ち破るんだ。何を言うか、この世界が滅びるのだぞ。魔力が失われれば、あるいはそうかもしれない。その時は地上に移り住めばいい。地上？何の話だ。この地すべてが失われるのだぞ。知らないのか。広大な大地が広がっているんだ。イースの遥かな下に。イースはその上に浮かぶ小さな島だ。デタラメを言うな。待て、みんな、アドルの話を聞いてやれ。ならばチョロ、この世界の果てはどうなっているというんだ。世界の端の一方はサルムンの神殿であり、もう一方はムルティア氷壁に阻まれている。ではその向こうは闇が覆うばかりであろうが。違う、その向こうにはさらなる世界がある。僕はそこから来た。人々が魔に打ち勝ち、平和に暮らす世界から。なあ、こやつは悪魔の教えを語る者だ。こやつを捕まえろ。魔物たちが言う世界を破滅させる悪魔がこやつだ。捕まえろ。よせ、何をする。やめろ、やめるんだ。よせ、みんな、よせんだ。いたか、悪魔が正体を出したぞ。魔物に引き渡すのだ。どうしてわからないんだ。みんな、俺の話を信じてくれ。アドルさん。イースの書に導かれ、天空の世界に現れたアドル・クリスティ。だが、そこで彼を待っていたのは絶望と孤立であった。彼はまだ何も知らなかった。魔物たちの企み、二人の女神の存在を、そして自らの運命を。